理不尽な消され方をしたキャラ、サイカライチ。第3位、進撃の巨人、ミケ・ゼカリアス。人類最強と言われるリヴァイに次ぐ実力者。そんなミケは、獣の巨人ことジークに目をつけられ、最後はむごたらしく食い殺され退場する結果に、巨人の接近を感知できるほどの鋭い嗅覚を持っており、もし彼がウォールマリア最終奪還作戦に参加していたら、一瞬でベルトルトやライナー、外に待ち構えている巨人たちを発見し、完全勝利していた可能性がある。そのため、作者によって、奪還作戦前に理不尽に退場させられた、との考察が多く見られた。第2位、ジョジョ3部、ロハメド・アベデル。作中では、災難続きなアベデルは、ホルフォースの弾丸を受けて、一時は完全に戦線離脱、怪我が感知し、やっと旅に戻ったと思えば、今度は一瞬でバニラアイスに消される羽目になってしまった。こちらも先ほどのミケ同様、ファンの間ではアブドゥルは能力があまりにも強すぎて物語が成立しないため不意打ちで消されたのではないかと噂が立っている。見事ランクイン。第1位、鬼滅の刃、十二鬼月加減の鬼たち。もはや理不尽に消されたキャラの代名詞と言っても過言ではない。本作に登場する加減の鬼たち、加減の子であるルイがやられたことにブチギレる無惨、すぐさま加減の鬼たちを招集し、十二鬼月加減の解体宣言を告げる。何か失敗をやらかしたわけでもないのに、急に呼び出されて処刑は理不尽すぎる。見事ランクイン。